河内大塚山古墳の空中写真国土、交通省国土地理委員地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成ステレオ写真はこちら大塚山古墳は大阪府羽び野市、松原市にある古墳。形状は前方公園墳。実際の被送者は明らかでないが、区内庁により大塚両母参考地として両母参考地に事情されている。全国で、 大仙陵古墳、本田五病山古墳、上石澄三在古墳、作山古墳に次ぐ第5位の規模の巨大古墳である。6世紀後半に築造された山和王権の大王母と考えられているが、学術的発掘調査が行われていないため被葬者を特定できていない。また6世紀後半にこのような巨大古墳が築造された他例もない。民話には、 有力天皇陵という伝承がある。また、美達天皇が磯町陵から改装されたという説もある。大正期までは、墳丘内に人が住居を構えており村が存在したが、1925年に領母参考地となり強制退去させられ、1932年に領内立ち入り禁止となって、現在に至っている。管理は宮内庁が行っている。 かつて住んでいた人の証言から、公園部にある埋葬施設は横穴式石室である可能性が高いとされている。また、今城塚古墳、三瀬丸山古墳、鳥屋三宰古墳などと同様に、前方公園墳の中でも古墳時代後期の一部に見られる、県領形と呼ばれる、得意な形状をしている。また、埴輪を持っていない。 今白塚と店丸山古墳の中間に変年されうる。古市古墳群の一つとされるが、モズ古墳群と古市古墳群のおよそ中間地点、最も西寄りの離れた場所に存在する。このため学術的には、古市古墳群に該当しない見方もあるため、世界文化遺産となった、両古墳群のリスト等には含まれていない。大阪緑の百選に選定されている。 古市古墳群最後の巨大前方公園墳であり、墳三百335メートルは、大仙陵古墳、本田五平山古墳、上石積三在古墳、微中作山古墳に次ぐ、全国第5位に相当する。墳球の周囲には、堀が巡らされている。大阪府松原市西大塚、羽び野市南江賀の小古墳大きさランキング。森光一、水古天皇が、 母と夫に捧げた、両母、芸術新潮2012年6月号、大阪緑の百選、大阪府、2016年12月23日閲覧、ありがとうございます。